こんにちは。日本学術書道会の田村喜山です。今日も単行者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いてみます。今日の言葉は喜び極まりなしです。喜び限りないこと、当時に親友これに対して喜び極まりなし、長老火星還元に交わるとあります。意味は天使のご機嫌誠によろしく、めでたきこと限りがない、鳥の声や笛や琴の音は溶け込んで麗しい気分であるということで、天地と我と同根、万物と我と一体のところです。では今から喜び極まりなしを書いています。最後までご覧いただきありがとうございました。